私お客間、今日は待ちに待った推しのライブ。遠征できないから初のライブビューイングに参加するんだけど、うまく楽しめるかな。それなら僕に任せるっす。え、そこから出てくるってことは、あの猫型の。僕はライブビュー犬。まさかの犬型。痛い。大丈夫ですか。犬丈夫、犬丈夫。犬だから犬丈夫。何しに来たの。今日はライブビューイング、略してライビューが初めてのお客間ちゃんにもその魅力を教えに来たっす。それは教えてほしいかも。まずライビューに関して質問ありますか。推しのグッズって持って行ってもいいんですか。例えばうちはタオル、ぬいぐるみ、あとペンライト。全部 OK っす。推しグッズ持って早速映画館へ行くっす。おめでとう。着いたっす。クレーンゲームみたいに連れてこられた。ここが会場の映画館。うわー、何？この子はスクリーヌっす。スクリーヌ？顔でか。そう、ライビューではこんな巨犬スクリーンの映像を犬音量で楽しめるっす。巨大スクリーンの映像を大音量で楽しめるってことですね。うわー、椅子もふっかふか。この子は座席犬っす。ごめんなさい。座席犬は座られるのが犬好きだから犬ジョブっす。かわいい。やっぱり上映中は映画の時みたいに静かにしなきゃいけないんですか。そんなことないよ。喋った。上映中こそいっぱい盛り上がっていいんです。声かわいい。例えば拍手は。オッケー。グッズを使った応援は。私の推し。オッケー。飲食はビビ。会場で売ってるものならオッケー。周りの皆さんに迷惑をかけなければオッケーなこといっぱいなんす。同じ推しの人たちとライブの一体感を味わってほしいっす。ライブ最高。同じ映画館でも映画と違っていろいろな楽しみ方ができるんですね。そうだ、最後に一つだけ犬説のことを伝えていいすか。大切なこと、何ですか。とにかく楽しむこと、とにかくはしゃぐこと、とにかくエンジョイすることっす。見ついた。しかも全部似たような意味。それではハワグッドライブ。周りの皆さんの迷惑にならないようにご注意ください。